どうも、こいです。僕は今中部国際空港に来ております。中部国際空港はね、1年ぶりに来ました。いや、やっぱコロナのこととかもあってね、昨年まで住んでいてね、かなり利用頻度は多かったんですけどね、1年ぶりということでね、めちゃくちゃテンションが上がっております。それで、本題としましては、今日はスカイマークのレビューをしたいと思います。スカイマークはね、中堅航空会社ミドルコストキャリアに属しておりまして、ANA とか JAL といったフルサービスキャリアに比べて、手荷物預けとかね、機内サービスとかはあるにもかかわらず、格安運賃で乗れる航空会社としてとても評判が良いです。LCC とかだとね、荷物預けとか機内サービスでもちろん、追加料金がかかるんですが、こちらのミドルコストキャリアはそういったものはかかりません。日本にはミドルコストキャリアと呼ばれる航空会社は4つありまして、今回乗るスカイマーク、そしてスターフライヤー、ソラシドエア、エアドゥとあります。スターフライヤーとソラシドエアに関しましてはね、他に動画出しておりますので、ぜひ見てみてください。それではね、今回はスカイマークということで、他の MCC ミドルコストキャリアとの違いであったり、スカイマークの魅力、そして存在意義をね、この動画内でたくさん伝えていきたいと思っておりますので、それでは早速ね、後ろにあるチェックインカウンターでチェックインして搭乗していきましょう。はい、チェックインカウンターはこちらスカイマークですね。スカイマークは他の MCC と違いましてね、完全に独立した航空会社になっておりますので、どこの空港でもね、専用のチェックインカウンターがありますね。ソラシドエア、スターフライヤー、エアドゥに関しては ANA と業務提携をしておりますのでね、 ANA のチェックインカウンターを使うことが多いんですけどね。ただスカイマークはこうやって完全に独立した会社であるがゆえにね、健全な価格競争が行われているということはね、スカイマークに感謝しなければ利用者目線ではね、いけないかなと思います。そしてね、こんな感じでデジタルチェックインをスカイマークではできますのでね、今回は僕は携帯にバーコードがありましたので、ここで簡単にね、発券手続きをすることができました。はい、チェックイン完了したんですがね、エリア内に行く前にね、ちょっとデッキの方に出てみたいと思います。実はね、今結構レアな機種が来てるみたいで、デルタ航空のエアバス330ネオという新しい機体がね、中部国際空港に今待機しているみたいなんで、それを見に行ってみたいと思います。はい、国際線のエリアですね。これ奥にあるデルタ便がね、デルタ新機材のエアバス330ネオ900になりますね。エアバス社の中で一番今新しい機材となってますね。エアバス350がね、 JAL でこう就航して話題になりましたがね、そのエアバス350よりもさらに新しい、エアバス330ネオの機体になりますね。今これ中部に待機していて、成田シアトル線でこの機体を導入するようなので、この後成田空港に向かう予定となっております。奥の方にはエアアジア、貨物便でしょうね。今はもうエアアジアジャパンはないのでね、 Z スターも止まってますし、手前側にはフィリピン航空が待機しております。はい、いやデルタね、このデルタはね、日本だと767、ボーイング767というね、ちょっと古い機体しか飛んでなかったのでね、この新しいエアバス330が飛んでね、また利用できる日が楽しみですね。はい、国内線のエリアですが、今ね、飛行機が ANA 1便見ての通り飛んでいきましたね。はい、これはちょっとね、機体に関しては遠くてよく見えませんが、あんまりね、ご覧の通り機体は今の時間帯、お昼1時頃なんてね、多くはないですね。朝とかの方がやっぱり多いんだとは思いますけどね。 ANA の便が、たくさんありまして、こちらはソラシドエアかな。で、僕が乗るスカイマークかな、スカイマークはあそこ、あれは今から飛ぶやつか、奥の方にスカイマーク待機しているので、あの辺におそらく乗るのだと思います。はい、国内線はね、当然かなりたくさんの便がね、中部国際空港からね、今日も飛んでいますね。僕が乗るのは13時55分札幌新千歳スカイマーク SKY765 ですね。国際線の案内板をね、今ちょっと見てるんですけどね、やっぱ右手ご覧のように、結構キャンセルキャンセルキャンセルと、そればっかりですね。今唯一出国手続き中しているのが真ん中ら辺にある、フィリピン航空マニラ行きですね。はい、これのみとなっております。こちら側、夜の方を見てももうすべて欠航なんですね。今セントレアはちょっと内側見せますが、こんな感じで奥の方、国際線のエリアですけどね、結構真っ暗な状態になっててね、海外旅行好きからしたらね、悲しい光景ではありますね。やはり搭乗まで少し時間があるので、エリア内に入る前、エリア外に、こちらのカードラウンジですね、プレミアムラウンジでちょっとだけゆっくりします。
いつもプレミアムラウンジは2の方が空いてるので2を使うんですけど、今回は初めて1を使ってみましたがね、この白い椅子はなかなか座り心地がいいですね。ここのラウンジはね、カードラウンジにもかかわらず生ビールがいただけるということでね、人気があるようです。他にも軽食であったりソフトドリンクも充実しています。はい、制限エリア内に入ってきました。いや、セントレアはね、このエリア内に伊勢丹とかもあってね、すごい豪華ですよね。はい、ではこれからスカイマーク札幌、1時55分札幌新千歳スカイマーク5番ゲートですね、5番に向かいます。まあ、もちろん JAL とか ANA であればね、上級会員であればラウンジを使うことはできますが、スカイマークはね、こういったラウンジのサービスは行っておりませんので、まあ、だからこそね、運賃が安く済むんだとは思いますが、特にラウンジ等に行くことはなく搭乗口に向かいます。いや、まあセントレアはね、何回も使ってますけど、やっぱ何回使ってもね、快適な空港だなっていうのが思いますね。やっぱ世界のベストリージョナルエアポートに何度も輝いてるだけありましてね、館内はとても綺麗で施設も充実しておりますし、こう搭乗ゲートまでのね、距離もすごく、まあ、ちょうどいいというか大きすぎないのでね、とても歩きやすい空港になってますね。はい、搭乗ゲート5番口に到着しましたね。新千歳行き13時55分発ということでね、ご案内予定時刻は13時40分となっています。機体はあちらになりますね。スカイマークはボーイング737で運航していますね。通路が一つのナローボディ機になります。スカイマークから札幌新千歳空港へご出発のお客様にご案内いたします。本日も優先搭乗へのご理解とご協力誠にありがとうございます。ただいまより機内混雑を避けますため、窓側席のお客様とお連れ様、非常口15列目16列目をお持ちのお客様とお連れ様を機内へとご案内いたします。お客様は5番搭乗口からご搭乗ください。こちらお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。スカイマーク765便、札幌行きのお客様はただいまから5番ゲートよりご搭乗ください。はい、それではこれから乗り込むスカイマークですが、1996年設立の航空会社でありまして、4つの中堅航空会社と呼ばれるエアライン、スカイマーク、ソラシドエア、エアドゥ、スターフライヤーの中で最初にできた航空会社になります。他の中堅航空会社に比べると、まあ、カラーリングだったりシートピッチ、座席の設備であったりしたものが特徴があるようには感じませんが、以下の3つがスカイマークの魅力かなと思います。1つ目はチケットの価格が大手の6割程度と安く抑えられていること。そして2つ目は3年連続定時運行率1位ということでね、定時でつける可能性が非常に高いということ。そして3つ目が主要都市を結ぶ路線の充実度ですね。東京であれば羽田を中心に札幌や名古屋、そして関西であれば神戸、九州は福岡、沖縄、那覇と、主要都市を安い運賃でそれなりのサービスで提供してくれる航空会社というのは非常にありがたい存在です。それでは実際の機内はどんな感じなのか、これから見ていきましょう。はい、座席に着きましたが、まずシートピッチを、ね、見てみると、拳が1個2個半ぐらいですかね。これはまあ ANA とか JAL と同じシートピッチになってますね。まあ、ソラシドエアやスターフライヤーに比べるとちょっと狭くはなっていますが、まあ、狭いというかね、ソラシドエアとスターフライヤーが広すぎるという方が正しいとは思うんですけどね、十分なゆとりがあって足をしっかり伸ばすことができます。ただいま。そしてテーブルがついていますが、まあ、至ってシンプルな普通の作りですね。スライドがこうやってできるようになってますのでね、利便性は高そうですね。まあ、ちっちゃめのパソコンだったら、普通に快適に作業できそうですね。トイレに来てみましたがね、まあ、だって普通の作りになっています。最低限のものがそれぞれ取り揃えられているというイメージですね。はい、こんな感じです。今日のご搭乗ありがとうございます。この飛行機はスカイマーク765便新千歳空港行きでございます。
搭乗券の座席番号アルファベットをお確かめの上ご着席ください。また今日は雨の影響により揺れることが予想されております。飛行の安全性には影響はございませんが、シートベルト着用際転倒中の化粧室のご使用はお控えいただいております。化粧室をご使用になるお客様はただいまの時間お早めにお済ませください。新千歳空港までの飛行時間は離陸後1時間18分を予定しております。この便の機長はオーバーガード、副操縦士は白石、客室のチーフランテンダントは今泉でございます。Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard SkyMark Airlines Flight 7652 New Chitose Airport. 着陸時、シートベルト着用サインが点灯している間は、シートベルトを腰の低い位置で緩み、ねじれがないようしっかりと締めます。スカイマークの近年起こった印象的な出来事について簡単にちょっと述べたいと思います。96年に設立して紆余曲折を経て、2010年代に LCC の参入や円安による燃料費負担の増加によってスカイマークは経営が悪化してしまいました。そして2015年に経営破綻をしました。経営破綻自体は他の航空会社でも起きていることなので特に驚くべきことではないのですが、当時は世間からの注目度がとても高かったことを覚えています。というのも、客室乗務員にミニスカートを着せたり、エアバス A380 を発注したものの資金不足によりキャンセルするなど目を引く話題を振りまいていたからです。スカイマークがキャンセルした A380 を ANA が買い取って、今や大人気のハワイ路線フライングホヌが登場したことは航空ファンの方々であればよくご存知の出来事でしょう。当然今は健全な経営を取り戻しておりまして、国内線がメインということで大手航空会社に比べたらおそらくコロナによる打撃は少ない方だと思います。一つ座席の設備について紹介し忘れていたんですけど、こんな感じでね、座席の下にはコンセントがしっかりついていますので携帯の充電もできます。機内サービスが始まりました。こんなものをいただきました。メディコンとコラボしたマスクですね。まあこういう時期なのでこのようなものを提供しておりまして、あとはキットカットですね。はい、こんな感じの機内サービスとなっています。ちなみに本来であればネスカフェゴールドブレンドがコーヒー無料でいただけるんですけど、今は感染対策の一環として提供していないそうです。あとは有料のドリンク&スナックサービスもスカイマークはありまして、飲み物は見ての通りね、基本100円で提供されていますね。左上の渦潮名産店玉ねぎスープっていうのがちょっと気になりますね。淡路島のやつですね。そして下の方には冷たい飲み物、お菓子、サラミといったものも準備されています。まあ有料とは言っても100円だったら十分良心的な価格ですね。せっかくなんでね、こちら玉ねぎスープを頼んでみました。これがねコンソメと玉ねぎの優しい味で、玉ねぎの甘みがねいい感じで出ててね、とても美味しかったですね。ちょっと癖になる味で、またねスカイマークに乗ったら飲みたいなと思っちゃいました。Some turbulence report for descent condition as we experience on the climb out from Nagoya Airport today. Do you have a comfortable seat and join the flight with us today despite the turbulence? Wish you a pleasant night's stay. Kind of thinking. It's going to be good.はい、名古屋を出発してもう少しでね北海道新千歳空港に到着するんですがね、周りの景色がものすごくいい感じになってきましたが、皆さんここはどこか分かりますかね。
ただいま津軽半島の上空を飛んでおりまして、この辺りは陸奥湾ですね。今こちら結構ね建物がたくさんあってお町であることがわかると思うんですが、ここはね青森市になります。なんでねこの青森市から左手の方にずっと津軽海峡を通って、もう少しで北海道に入るという感じになってますね。あでもめちゃくちゃ綺麗にねこれ青森県の半島を見ることができますね。これは、ね、素敵な景色です。陸奥湾の北の方までやってきますけどね、あそこちょっと街が見えますけど、あれが陸奥市という場所になりますね。いやでも周りにはね雄大な山々もそびえ立っていてね、青森県の大自然に圧倒されますね。はい、津軽海峡を通って、こちらが今北海道ですね、到着です。また一気に景色が変わりましたね。さっきは緑がたくさんあったんですけどね、このように大地がこう茶色くなってきているのがよくわかると思います。やっぱ北海道ね、今もう10月下旬で寒くなってきてるんでね。いや千歳空港の周りの、ね、木々がね紅葉で色づいていてとてもいい感じの雰囲気ですね。はい、それでは着陸の様子をお届けいたします。新型コロナウイルス感染症対策に関するお願いです。手洗い、アルコール消毒やエチケットなど感染症予防の取り組みにご協力をお願いいたします。また通勤時に公共交通機関をご利用される方はテレワークや時差通勤といった取り組みを積極的に行っていただきますようお願いいたします。以上、国土交通省厚生労働省からのお願いでした。この飛行機は新千歳空港国内線ターミナル17番ゲートに到着予定です。またお出口にてメディコムジャパンご提供のオリジナルマスクをご用意しております。まだお受け取りでないお客様はぜひお持ち帰りください。また手荷物お取り出しの際、飛行機から降りの際はソーシャルディスタンシングにご配慮いただきますようお願いいたします。はい、北海道新千歳空港に到着しました。まあ、スカイマークね、満足のフライトでした。正直ね、こうめちゃくちゃ特徴的な機内サービスとかね、そういったものがあるという感じではなかったんですけど、最低限飛行機移動に求められるもの、まあ、機内の預け入れ無料であったりね、機内サービスであったり、そういったものはね、整っていたので良かったですね。まあ、ちょっとね、機内食とか飲み物がね有料であったことにはねちょっと驚いたんですけど、ただ100円ならねまだ良心的な価格かなと思います。玉ねぎスープとかね、普通に美味しかったですしね。まあ、まとめるとですね、スカイマークの魅力っていうのはね途中でも述べました通りね3点あるのかなと思います。1点目はやはり価格が安いということですね。まあ、スカイスキャナーとかでね検索してもね、やっぱりスカイマークはね最安値で出てくることが非常に多くてですね、まあ、なんだかんだ言って利用者目線だとね、もう安さは正義ですのでね、ありがたいですね。そして2点目は定時運行率が高いということですね。なんとスカイマークはね国内線で3年連続定時運行率がね1位のようでね、ビジネスマンで忙しい人とかね旅行でもそうですけど、やっぱり時間通りに着くっていうことはね、非常にありがたいことですね。今回もねこちらの新千歳空港にね20分も早く到着しました。
そして最後3点目はね、やはり路線が充実しているということですね。でも主要都市である東京であったら羽田、関西であったら神戸、そしてこちら北海道新千歳、まあ、仙台とか福岡とか那覇とかね、もう主要都市を網羅している感じがありますので、どこに行くにしても利用勝手がよく、そして安値で行けるっていうことはね、本当にありがたい航空会社であります。まあ、ANA とか JAL に比べて3番目の規模、 MCC の中ではね一番規模が大きい、会社、航空会社であるとは思いますのでね、この路線の充実っぷりっていうのはね、素晴らしいものがあります。はい、ちなみに国際線のターミナルにやってきましたがね、今日は1便も今飛んでないということでね、もうガラガラです。誰も人がいません。いやー、まあ中部はね、フィリピン航空が1個飛んでますけどね、千歳は今1便もないということで非常に寂しい状態となっています。はい、とは言ってもやはり千歳空港は施設が本当に充実しておりましてね、なんといってもねこちらグルメですね。一日では回りきれないほどのたくさんの魅力的な飲食店が多数存在してます。実は新千歳空港はめちゃくちゃ久しぶりに来てね、本当にこのグルメにテンションが上がって、こちら白樺山荘で味噌ラーメン美味しかったですね。またこれは食べたい。そして札幌が本店の美味しいコーヒーがいただける宮古市屋コーヒーでほっと一息ついて次の目的地へ向かいました。はい、ということでね、今回のスカイマークの動画は以上になります。この動画が役に立った、面白かったと思っていただけた方はチャンネル登録、いいねボタン、コメントよろしくお願いします。これからもね、飛行機動画もたくさん出していきますし、国内旅行、まあ、海外もね行けるようになったら海外旅行の動画も出していきたいと思っておりますので、楽しみにしておいてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。では。